はい、皆様こんにちは。今日はね、覚林寺の公園ですね。そこのちょっと梅園を見に来ました。ね、ここはまあ標準的よりもちょっと遅めかなという毎年思うんですけどね。それでももうこれだけ花が咲いてきてます。それで今日ちょっとね、作業中やって、下水道の作業やってあるみたいで、ちょっと音が気になると思いますけどね、ちょっとご了承ください。はい、では見ていきます。ね、もうこのようにかなり咲いてますね。で、咲き終わった花もちょっとちらちら見えますよね。こういう感じでね。はい、これなんかはもう終わったのかな、まだかな。まあつぼみがね、ちらちらは見えますんで、まだまだこの辺咲くでしょう、ね、どこか適当に綺麗なかな。あの辺綺麗か。よし、もう梅の時期もなんだね。終わろうとしてきてますけどね。はい、ちょっとあんまり向こうも近づくと音がうるさいので、ちょっとあの清掃作業はまあこれぐらいの辺で、まあまあ大体皆さん様子は分かっていただけると思うので。まだつぼみ容器あるな。まだちょっとしばらくいけそうですわ。まあ、今年は桜もちょっとさ、早く咲きそうなんでね。この小さき可愛いな。ね。ちゃんと縄張りしてあって。ね。これからの花ですよ。で、まあ、全体的にはこんな感じです。ちょっと音うるさいんで、 この先はまああれですね、ちょっと何本か見えるでしょう。この状態でまた皆さんね、思い思いに散策されてはいかがでしょうか。ここ散策道になってますんでね。で、隣は覚林寺さんね、国宝のという感じですね。はい、本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。まだ覚林寺の状態ですね。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。